曽我ぐらいまで行きましょうかね。かまとり鶴田クリニックをよろしくお願いします。梅宮達夫さんも最後腎不全だったみたいですけど、まあ81歳まで生きるって平均ぐらいでまあいいんじゃないですか。まあ、平均切れていいんじゃないですか。梅宮さん若かったですよ、随分。まあうちの父親は82ぐらいなりますけどね。平均を超える。
今日は37キロ走ってきた。風景を見てきた。景色勉強。勉強です。電車合わせると100。どれぐらいかな。150ぐらいですか。電車は自転車で遠くの塾に行かせるっていうのがいいかもしれない。